もうすぐ駅伝、オラが待ちのワンツースリー。このコーナーは JR 東海積水ハイム東海の提供でお送りします。この時間は12月1日土曜日に開催される第13回静岡市長対抗駅伝に向けて参加される町の皆さんにご出演いただき、町自慢をしていただくコーナーです。はい、今日は駅伝のゴール地点になります草薙陸上競技場で毎年人気を呼んでいる夢一品市場のご紹介です。当日この夢一品市場で自然薯などを販売する川原崎博明さんとお電話がつながっております。もしもし。あ、もしもし、こんにちは。こんにちは、お世話になります。よろしくお願いいたします。お願いします。ご出演ありがとうございます。いいえ、お願いします。川原崎さんは、はい、あの駅伝当日の夢一品市場、はい、に出店するということですけど、はい、どんなものを販売するんですか？私はですね、あのうちで作ってるお茶とですね、あと芋切り干し、それとですね、あの大根といってもですね、中がちょっとあの赤紫色の丸い株みたいな大根をね、ちょっと皆さんにあのどうかなと思って持っていこうと思っています。あ、いいですよね。なかなか手に入らない。そう、本当にね。そうですね、はい、そうですよね。そっか、川原崎さんはお茶を作ってらっしゃるということなんですが、はい、自然のものをね、いっぱいいただけそうですよね。はい、はい、さあ、どれもね、美味しそうなものが並びそうですが、はい、牧之原の、ね、はい、一品ということで、はい、どうでしょう、牧之原市のベスト3をですね、はいはい、川原崎さんが選ぶ、はい、そうですね、ベスト3を3位からじゃあ順によろしいでしょうか。はい、まず3位は、はい、3位はなんといっても今からが旬になりますね、海南の大根。大根、はい、これからですね、うん、旬になって3月4月までですね、うん、順々に取れていくんですがね、美味しい真っ白いんですね、大根がね、はい、今から旬になります。この時期から美味しくなるんですよね、大根ってね、はい、いろいろね、料理にも使いますしね、うん、面白いと思います。楽しいですね。どんな風にするのが川原崎さんはお好きですか？あの私はまあ、うん、大根はおでんが一番好きですね。あ、おでん美味しいですよね。厚く切ってですね、うん、それが一番好きですけども、中まで染みてるとまた最高ですよね。はい、そうです、本当です。それでは、はい、もう大根のことばっかりだと思います。いいすま第2位、2位にお願いします。2位です。2位はやっぱり牧之原といえばやっぱお茶、深蒸し茶ですね。そうですよね、牧之原も全国一のね、茶どころ。そうです、はい、そうです。まあ、お茶といってもね、あの緑のお茶もあるんですが、うん、最近では紅茶とかですね、ウーロン茶、うん、あるいは今後としてちょっと多いと言われる紅風紀のですね、お茶とかね、あのいろいろですね、あるもんですから、ぜひね、ご利用いただければと思います。はい、いいですね、飲み比べていただくのもいいですよね。はい、そうですね。はい、はい、さあ、そして牧之原の第1位は、1位は、はい、1位はですね、今から旬がなりますけども、自然薯。うわ、これはもう最高に美味しいですね。美味しいですよね、本当にその土地の味というかね、はい、美味しい地のもの、自然薯ぐわっと元気出そうですね。本当ですよね。当日もですね、あの、まあ、自然薯ファミリーといってですね、自然薯を作ってるグループがですね、あの実際に売りますので、自然薯とかですね、自然薯のその元になるムカゴ、あ、ムカゴね、はい、それと自然薯の加工品ということで、焼くやつ、焼き用ですね、それと漬物用とかですね、そういうのもですね、あの販売する予定ですので、ぜひね、あの来ていただきたいと思います。あ、いいな、ね、はい、ありがとうございます。いいえ、それでは、川原崎さん、最後にラジオを聞いている方へ一言メッセージお願いいたします。はい、あの皆さん、どの方もあの自分のですね、市町を応援されると思います。あのぜひね、当日競技場に来ていただいて、あの選手もそうですけども、夢一品市場にですね、あの出る私たち出店者にもですね、あの応援をいただいて、生産者とですね、いろいろお話をですね、していただきたいと思いますので、ぜひお越しください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いいえ、ありがとうございます。今日は駅伝当日に夢一品市場でお茶や自然薯などを販売する川原崎博明さんにお話を伺いました。ありがとうございました。